皆さんこんにちは、バイオリニストのあやさです。この度5月の19日に鳥取県でライブをさせていただくことが決定しました。イエーイ。はい、ということで今回は5月19日鳥取県の境港シンフォニーガーデンにて私のワンマンライブあやさクロニクルツアースペシャル一周を開催させていただきます。このシンフォニーガーデンというあのホールはクラシックのすごく素敵な場所だということで、今回のライブはバンド編成ではなくキーボードと2人でじっくり、まあ、ゆったりこう美しいバイオリンの音色を皆さんにお届けできたらなと思っております。そしてこの鳥取県はですね、まあ、漫画王国ということで、私ももう今までいっぱいアニメの曲を弾かせていただいてきました。そんなレパートリーの中からもあのたくさんあの用意してワンマンライブでお届けしたいと思っておりますので、アニメ漫画が好きな方にもぜひぜひ見ていただきたいライブとなっております。5月19日が、ライブで、まあ、今回のライブのチケットはですね、ただいまローソンチケットにて先行受付、しております。そしてチケットの一般発売は4月の7日からスタートしますので、お近くの方はもちろん鳥取行ってみたいなと思っている方とか、まあ、たまたまお仕事が休みの方とかいらっしゃいましたら遊びに来ていただけたらと思います。私にとっても久しぶりの鳥取なので今からすごく楽しみにしておりますし、何かおすすめの場所とかおすすめのご飯とかあったらぜひぜひ教えてください。それでは5月の19日境港シンフォニーガーデンにてお待ちしております。バイオリニストのあやさでした。